天音寺は、愛知県岡崎市、片寄世町にある臨済宗明神事派の寺院である。長篠の戦いに出向く徳川家康が止まった寺院として知られ、見返り、大杉の伝説が残る。天音寺の建立年代は不明だが、寺伝によると矢作川の戦いに敗れてこの地に逃れて、北、足利高氏が、本尊園明寺蔵村に戦勝祈願をし、勝利したら、 人員を築くことを誓った。翌日の戦いで、高氏が勝利したが、約束を果たすことができず、遺言で託された室町幕府第三代将軍、足利義光により、1362年、天恩寺が建立されたとする。13世紀に、足利思想家第三代、足利義氏が、鎌倉幕府の三河護として、拠点を構えて以降、西三河は、 足利氏の第二の本拠地となっていた。1382年には、足利義満誕生日義党のため治療の寄信及び、足利義満自筆参号自号の家父がなされた。1423年代四大将軍、足利義持により祈願書とされた。その後、応仁の乱などで、室町幕府が混乱すると、幕府の庇護を受けていた天恩寺の勢力も衰えたが、 戦国時代に入り、天正年間、ぬかたを、勢力下に置いた奥平氏の庇護を受け、再興した。1575年、長篠の戦いに向かう徳川家康がここで一泊、した。1602年には、徳川家康から片寄村79国余りの、寄進を受けた。ありがとうございます。